海洋生物環境学科の長野です今日は私の研究テーマの一つであるマサバの完全養殖技術開発についてお話ししますまず簡単にサバの種類について説明します国内で流通するサバ類には3種類ありまして上からマサバゴマサバタイセイサバとなりますタイセイサバは ノルウェーサバとも呼ばれていてスーパーなどでは加工品の形でよく見かけると思いますマサバとゴマサバについては形はすごく似てるんですけど体にある黒い斑点そして背びれの長さで区別ができます今日はこのマサバについてのお話をします このサバ類の特徴としましてこのような点が挙げられますまず傷みやすい当たりやすいこれそして栄養価が高いまたさまざまな調理法があり皆様には親しまれている魚となります栄養価が高いと言いましたけど 特に、えー、重要なのが、えー、EPA、DHA といった機能性脂質であります。えー、マサバはですね、えー、牛、豚にはほとんど、えー、含まれてない EPA、DHA を、えー、多く含んでいることがわかります。また、えー、特に九州ではですね、さまざまな調理法がありまして、福岡の あたりではごまサバとして、そして生きづくりまたは刺身としても、えー、よく食べております。でこういった、えー、サバ、人気があるわけですけど、えー、資源としてですね、えー、最近漁獲量が減少傾向にあります。また、えー、サイズが小型化しております。 まあ、一般的には 400g 以上のものが、えー、生鮮用のサバとして出るんですけどこれが不足しておりますしかし、えー、この数年ですね全国的にサバブーム特にサバ缶ブームが起こりまして国内はサバ不足となっておりそして、えー、養殖サバの需要が高まってきております これはですね国内のブランド天然サバの分布を表したものですけどこのようにですねこの数年で全国各地でさまざまなブランドサバが誕生しております。これは今度はブランド養殖サバの分布を表していますけど。 この、えー、養殖サバについてもこの数年でですね、えー、いろんなものが誕生してきており今日はあは赤い字で示した、えー、佐賀県唐津市の唐津旧サバについて、えー、技術開発を行っておりますのでそれを説明します。えー、マサバの、えー、完全養殖技術開発 を行って、えー、それをブランド化する、えー、研究を行っておりますけどまずこの完全養殖というものについて説明します、えー、完全養殖とは、えー、人工孵化させた子魚を子魚から生魚に育てその親から、えー、また卵を取って人工孵化させる方法ですこのライフサイクルというのを、えー、繰り返し行って 完全養殖となります、まあ、完全養殖という言葉はですねあのうなぎとかマグロで最近よく耳にする言葉だと思います。この、えー、完全養殖についてですね、まあ「マサバ完全養殖プロジェクト」と題しましてまず1番採卵技術の開発。 まずはあの卵を取らないとスタートしませんのでこの技術開発を行いましたそして2番目種苗生産技術の開発ここでは稚魚を育てるための研究を行っておりますそして3番目最後に養殖技術の開発ここでは商品となるような養殖業を育てるそしてブランド化していくといった内容となります まず採卵技術の開発についてですけどこの写真は、えー、マサバの受精卵です、まあ、直径 1mm ほどでして、えーまあ、深後2日目には3ミリとなりますこの、えー、卵を取るのにですね、えー、マサバの場合水槽に、えー、魚を飼ってても自然には卵を産んでくれませんので飼育環境 を、えー、最適化するという、えー、研究を行いました、えー、このようにですね人工的に、えー、水温、光というのを、まあ、最適化して、えー、飼育環境というのをいい状態に持っていきます、えー、親がですねまあ卵を産む準備ができたら、えー、今度は、えー、そこから人工受精で採卵しますけど このようにですねまず魚に麻酔をかけてそしてオスメスの判別を行いますそしてホルモンを注射して人工授精で絞り出しますでまあいい卵が取れたらですね今度はそれ次には稚魚を育てないといけませんで、まあ、このの稚魚というのは 動物プランクトンを食べるんですけど、まあ、餌をあげるだけでなく水槽内の流れを最適化したりですねでマサバではあの一番大きな、えー、問題となっているんですけどトモ食いがありますこの、えー、下の写真のようにですね、えー、体長がもう1センチぐらいになると、えー、仲間を、えー、食べていきます。 これをいかに防ぐかというところで、えー、生産率が、えー、上がってきます。こういった研究も、えー、続けております。で、まあ稚魚がですね、まあだいたい七八センチにぐらいになったら、今度はこの写真のような海にある池沼の中に池沼の中でまあ飼育を行います。まあ約一年ぐらいですね。こういった海の上の イカだで飼育をするわけですけどここではですね品質の高いものそしていかに低コストでものを作るかといったところの研究を行っております。でまあいざ出荷できるような魚ができたら今度はまあブランド化をしていくんですけどこのブランド化においては えー、まあ、セールスポイントというのを作る必要がありますこのまず1番目活魚で流通可能とありますけどまあ一般的にサバというのは、えー、すぐ傷、えー、みやすいというのを言いましたけどまあ、活魚で、えー、流通できるのでまあ、高鮮度で、えー、食べられることができますこういったですねまあ、鮮度を高く、えー 保持するといったような研究も重要になってきますで2番目アニサキス感染のリスクが少ない、えー、3番目油の乗りが一定以上とありますこのアニサキス感染のリスクが少ないと、えー、書きましたけどこの写真はですねまあ、天然のマサバの復興内に見られるアニサキスでありますでまあ、えー、これをですね、えー、アニサキス のの入ったママサバというのを食べると、えー、食中毒を起こすんですけどこのアニサキスは、まあ、天然ですと餌特にまあオキアミですねオキアミとかから、えー、サバに寄生すると、えー、言われておりますそこでですね、まあ、完全養殖にするとですね、うんえー、稚魚から親まで餌をですね自分の 手で管理できますのでアニサキス感染のリスクがほぼゼロとなりますこういったアニサキスがゼロ少ないというのがですねまあ、完全養殖の売りの一つでありますこれは、えー、油の海りですね養殖サバの油の海りをまあ、1年間調べたものなんですけどまあ、赤色が養殖サバの油の量 青色が天然のサバの油の量となります。これを見て、えー、分かりですけど、えー、赤色の養殖サバはですね。えー、天然サバの、えー、2倍約2倍の油の濃りを、えー、しているというのがまあ、分析の結果、えー、分かってきております。こういった、えー、油、えー、美味しさのまあ 一番のですね売りとなる油の乗りというのを分析するということも行っておりますそしてこれは油の質ですね最初の方に EPADHA と言いましたけどこういった機能性の脂質についても分析を行っております養殖サバと、まあ、天然サバで、まあ、比較したところですね この EPA、DHA なんかもですね、天然に劣らない、えー、油、えー、量があるということが、えー、分かってきております。こういった価格データに裏打ちされたまあ、美味しさの証明というのをですね、えー、行っております。まあ、以上が、えー、今回の講義の内容となります。えー、最後になりましたけど。えー 海洋生物環境学科では海の生き物や環境に興味を持つ学生というのを歓迎しております。